おはようございます。間違えちゃった。おいしい。しゃ、おはようございます。遠いけどおはようございます。朝から3日目頑張りましょう。ストレッチをしていきたいと思います。皆さんぜひ星投げやコメントでのカウントの応援よろしくお願いします。普通に寝起きなんだよね。おはようございます。朝は6位からのスタートですが、今日中に3位以内に、3位以内は無理か、いや分からんけど、平日なのでゆっくり行こうかな。でも確実に3位以内に入りたいので、しっかり前進していきましょう。私だけじゃなくてね、いてくださって皆さんもそうやって思ってくれると嬉しいです。じゃあストレッチしましょう。朝のストレッチなんて、もうなんていうか、普通に、よいしょ、はい、はい、硬い、はい、硬い。朝はダメですね、やっぱり。おはよう、皆さんおはようございます。今日は本気で取りに行くぞということで、配信回数多めにしました。ふっ、おはようございます。さあ深くかな。はい、毎日寝起きはストレッチがルーティン、うん。でも寝起きじゃなくて、起きてから30分後ぐらいにストレッチはします。けど今日はちょっと早めにします。でもテレビ見ながらとか、テレビとか普通にアニメとか見ながらこうやってやってます。みんな今日は早く起きてくれてありがとうございます。ちなみに今は皆さんおはよう。いや暑いよね。私暑いんですけど、昨日告知が遅くなってしまって皆さんすいませんでした。
筋肉の膜を剥がす鉄で朝は割と剥がします。なんか昔すごいなんか朝弱いメンバーとそんな別に弱くないメンバーで分けられた、なんかイメージがあったんですけど、私の中で私は多分朝弱いメンバーの中だったと思います。でも私の中の代表は日向なんですけど、ストレッチさ嬉しいな。よし、またほらタオル、初期の寝起き、ほんまはめっちゃおぼろかな。え、みんな寝起き知ってんの、日向。配信でってことですか。ハートありがとうございます。今ストレッチ中だから何でもできる。ハートありがとうございます。肩からだ。ないじゃん。ないでーす。ハイパー欲しかった。この配信では皆さん3週プラスカウントをよろしくお願いします。ぜひ星をお恵みください。お恵みくださいって。ハートありがとうございます。ね、この配信が始まると星が4時10分にあったじゃないですか。すいません、皆さん朝早く起きていただいて。それから寝た？それから寝ましたか？ありがとう。寝てない？ハートありがとうございます。今日中に寝て起きた。あ、また寝て4時59に起きた。はあ、ありがとうございます。つらすぎるよね。それにファンの方も昨日なるもありがとうございます。あのね進まんな。私昨日配信が終わってすぐにもう終わってすぐ切って、よしじゃあもう急いでスケジュール出して寝なきゃってなってたんです。もう切った瞬間に、ね、そしたらゆうちゃんから電話が来て、どうしたんだろうと思って出たんです。もしもしって、大丈夫、どうした。そしたら暇でんでーすって言って、なんかサラと一緒にいたみたいで、暇でんしましたみたいな。でもあ暇でんかみたいな感じで、そんな普通に1時間ぐらい喋ってて、その合間にスケジュールも
ちょっとごめん今スケジュール表の方に出さげてごめんねって言って黙ってその間サラちゃんとあサラとユウだけ喋っててでも黙って投稿してそしたらユウちゃんが一番にいいねしてくれたりしたんですけどこの期間にだるがらみみたいな全然いいんですけどでもその配信の時にめっちゃかわいいなんかもうあ配信終わった後にで出るじゃないですか皆さん本当大変ですねみたいな皆さん本当大変ですねみたいな頑張ってくださいみたいなでありがとうみたいな明日50に配信が始まるんだよねめっちゃ早いみたいなでもさらっとさゆうちゃんキャピキャピして早い早い大変みたいなそれで最終的には、ね、眠いよみたいな寝よみたいな感じでぶっちぎりましたハートとだるまありがとうございますありがとうございます今日はですね3位とのあ4位か差が70万票ぐらいあってなのでまずそれを解消していきたいのでひと配信で30分ワンポイントずつ上げる作戦でいきたいと思っております。ワンポイントって思うかもしれないんですけど、毎回クリアしてったら、それだけすごく大きなものがあるので、30万ポイントを目指して伸びたいと思います。よろしくお願いします。ストレッチ、確かにストレッチやってない。ストレッチやった首ね。ゆうちゃんたちの電話はすごい平和でしたこれ期間中じゃなかったら多分ずっと喋ってんなみたいなありがとうございます3週がまだ入れてないんですよ3週が今多分あと10分ぐらいなんでみんな星集めに行ってるかなそのおはようございますちょっと近くで話しましょうか次の配信は7時5分からなんですが7時5分からの配信もどうぞよろしくお願いします30万ポイントを上げたいっていうのは本当に欲しいなのでぜひ一配信ずつってなると大変ですけども願いしますあのね最近私が朝ストレッチしながら
最近私がハマってる食べ物言っていいですか。最近、私がハマってるのは納豆巻きなんですけど、この前オンラインおしゃべり会でマリナって納豆めっちゃ嫌いなんですよ、で匂いももう無理みたいな感じなんですけど、もう思いっきりスプーン口にねついちゃうから納象巻き開いて、私海苔食べれないんで海苔巻かないでご飯をスプーンですくって食べてたんですけど、マリナにバレなかったです。あのね、ファミリーマートの納象しそ巻きみたいなのがあって、ご意ありがとうございます。この配信中はそうですね、あと10万ポイントはあげたいなと思うので、ぜひ皆さんお品上げカウントよろしくお願いします。レインボーさんもありがとう。マカムシ殺しました。初見さんありがとうございます。ぜひ星投げよろしくお願いします。そう、それで、おはようございます。ありがとうございます。ね、なんだっけ、あ、そう、納豆しそ巻き、タコさんありがとう、カニさんがは雨だけど天気はよろしいのかって、日本語ちょっとやばい。ハートありがとうございます。昨日海に行ってきました。おお、私も海大好き。私海大好きです。そうだから今日皆さん、あの納豆しそ巻きぜひ食べてください。超美味しいので、ファミリーマートあれめっちゃ美味しいです。食べたことある人いるかな。あと、ありがとうね。納豆しそ巻きないか、絶対食べた方がいいです。普通の納豆巻きも美味しいですけど、納豆しそ巻きはなんかね、本当に忘れられないぐらい美味しかったです。一番最初食べた時、山田の絵さん頑張れ、ありがとうございます。昨日さやと家やって電話したって言ったんですけど、初見さんありがとうございます。おはようございます。星なんて投げていただけると嬉しいです。そのさやとさ、家で電話したんですけど、サラが、あ、サラに、ちっちゃいものクラブで誰が一番、あ、ちっちゃいものクラブで誰が一番あのおもろいのって言ったら、ね、サラですかねみたいなことをサラが言ってて、え、サラおもろいのって言ったら、いや、上位にはランクインしてると思います、みたいな。って言ってて、すごいなんか可愛いなって思いました。納豆しそ巻き食べたことないから食べたい。ファミマさんの超おすすめです。可愛いですよね、サラ。本当に可愛い。ゆうちゃんもなんか変、ゆうちゃんって本当に変わってるので、なんかおもろいです。やばい、なんかテンションバカげーみたいな感じで可愛いです。そっちゃ可愛いよね。眠いよ。私は割と起きてきちゃったけど、この配信終わったら寝ます。7時にまた起きなきゃですね。次の配信は7時5分からなんですが、2週プラスカウントお願いしたいんですけど、あれなんだっけ、あれなんだっけ
また寝るの。寝るよもちろん。だって私合計4時間半くらいしか寝てないので、なんかファンファンしてる。やばい、それはさっき飲んだもののせいか。そうそう、水だけしか飲んでない。お腹すいたのわかる。ファミマ行って納豆しただけでもいいよ。二度寝です。自信ない、起きれる。よく起きました、嬉しい、ありがとうございます。とこありがとう。4時間半なんだ、優しい、みんなありがとうございます。でも今日は割と細かいタイムスケジュール組んでるんで、あ、皆さんぜひあのタイムスケジュールがわからない場合はツイッターをご参考までに見ていただければなと思います。あとはインスタのストーリーもあげます。日中は来れるとき行きます。ありがとうございます。本当に平日だからね、朝早めなんですけど、すいません、朝早めに配信をしてしまって、この後は7時5分までちょっと時間があるので、皆さんお仕事の方は、お仕事がある方はちょっと準備をねされるんじゃないかなと思うので、ちょっと2時間ぐらい空けさせてもらいましたね。7時5分から2週だから20分だから25分まで配信予定なので、ぜひご覧ください。あと、その次に8時15分から25分までの10分間でまた星投げ1周とカウントお願いします。今日もできるだけ来るね、頑張って、ありがとうございます。山田さんおはよう、山田さんの映画好きです、ウインコだけで、お嬉しい、はじめまして、ありがとうございます。ぜひ星投げなんかしてもらえるとちょっと嬉しいです。いや、だいぶ嬉しいです。徹夜明けになってしまった。あー、忙しいね、忙しいって言ってたよね。一緒にストレッチできて、私ストレッチ全然しないじゃん。ドンキおはよう、今日もおはよう、ドンキ。今日はなんか朝から可愛いけど、どうした？あ、やばいやばいやばい。このせいやだ。もう私が起きなければいけない音声。ということで、続いては7時5分からです。またお会いしましょう。ありがとうございました。できたら鬼のメイクまた見たい。お、じゃあリュウさんのためにやろうかな。何かを捨ててこなきゃいけないからさ、あれ。てか鬼のメイクしてないな、私。鬼連れてきただけだったな。ということで皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。みんな、今日も一日頑張りましょう。次は7時5分です。2週プラスカウントお願いします。ありがとうございました。あ、ランキング、ランキング、ランキング、やばいやばい、ランキング、カニカマさん、3位ありがとうございます。中村さん、ありがとうございます。そしてヒューズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。みんな、何してたの？この間皆さん何してましたか？私はちなみに、あのね、思いっきり爆睡してました。
同じ方がいて嬉しい。めちゃくちゃ爆睡してました。びっくりした。さっき目閉じたはずなのにアラーム鳴って、え、まだ一周しか経ってないじゃんと思ったら7時になってました。皆さん何度も言うんですけど、今6位でこの配信で30万ポイントずつ、一配信で30万ポイントずつじゃないと本当にちょっと厳しいなって感じなので、一回一回皆さんぜひ応援してくださると嬉しいです。まあ応援してくださってるからこうやって配信見に来てくれてるのよかって本当に爆睡すぎてて、そのなっちゃったんですけど、よかった起きれて。今日のこの配信はここにも書いてあると思う。出勤前の BGM ということで、この配信はですね、私がただひたすらに BGM を作るという感じのお話になっております。なのでみんなの今日のねお仕事に行く前の BGM を今から作りたいと思います。なんかね、どんどん大人っぽくなりますね。嬉しい。でもこれはちょっと寝起きなので、もうちょっと可愛い時にお願いします。じゃあ朝のデンデデデデンって感じがいいかな。なんか一歩ずつ前に出てる重い足を会社に向けて歩くみたいな感じがいいので、デンデデデ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 みたいな感じから入ろうかな。これ全然盗作とかじゃないですからね。でんでで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 でみたいな感じから入って、どうしようかな。そうですね、まあどうなんだろう。でででででで、あ、もうちょっと長い方がいい。でんでででで、でで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 、みたいな感じにしようかな。 BGM 作りなので、 BGM 作りなので、まあそうですね、お仕事に行く BGM だから割と重い感じがいい。どうしようかな。歌詞はそうですね、できました。じゃあ朝のお仕事前の BGM 奏でさせていただきたいと思います。いきます。でんでででででんでででででんでで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 でんでででででんでででででんでで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 、人生楽あ楽もあるさ。ということで、完全オリジナルですから皆さんこれが BGM になります。朝の BGM になります。これは完全にオリジナルですから。
が8割の嘘。私の朝の BGM 皆さんにお届けしたい BGM ができたっていうことですね。あ、じゃあ分かった、もう一個ぐらいで作ろうかな。ハッピーな感じの方が欲しいですね。あ、じゃあ分かった、朝のおはようから始めようかな。で、だるまありがとうございます。どうしようかな。おはようから始めて、ちっちっちゃ野菜とバタ人参わおわおわおみたいな感じしようかな。これ完全オリジナル BGM だからね皆さん。どうしようかな。でもありがとうございます。おはようから言って、野菜の大事にしても伝えたいから、おはよう。野菜とまた人参わおわおわおシスタンスイエイイエーみたいな感じにしようかな。これ完全オリジナルです。これ皆さんの朝に届けたい BGM でした。タコありがとうございます。じゃあ野菜が嫌だ、お野菜多分好きじゃないのかな。じゃあ姉ちゃん昨日何時寝たの。1時半ぐらいに寝て5時前に起きました。ハートありがとう。せめて違う野菜が OK。 いきます。あ、じゃあ朝食の歌にしようかな。ハートありがとうございます。朝食の歌いきます。おはよう。ちゃちゃちゃキャベツサラダ、キャベツサラダ卵、おおおお白米納豆、イエイエイ、キャベツサラダ卵、おおおお白米納豆、味噌汁。うまくね、なんかうまくね。どうですか、どうでしたか。紫人間菜、人間菜、の味噌汁、しょっぺ。どうですか。これみんなでも朝ねテンション低いから、朝寝起きの人もいるかもしれないし、テンションが低いから
あんまり受けてないけど、これ多分昼間聞いたら結構おもろい。だってつまんないんだもん。つまんないからおもろいみたいなところ。ハートありがとうございます。ドルマもありがとう。チンゲンサイの味噌汁ショッペでもいいか朝だもん。ダルマもありがとうございます。ハートもありがとう。チンゲンサイ、どうしようかな。キャベツサラダ卵、おーおーおー、白米、白米納豆、イエイエイ、チンゲンサイの味噌汁ショッペでもいいか朝だもん。和食と思いきや和食と思いきや主食オムライス、あ、間違えた、カレーだよ朝から。朝カレーでしょ。何ですか。おはよう。うん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 。キャベツサラダ卵、おおおお、白米納豆、イエイエイ、チンゲンサイの味噌汁ショッペでもいいか朝だもん。和食と思いきや主食にカレーだよ朝から、カレー朝から、野菜は全然取れてないと思った、そこの君安心してください、吐いてます。カレーにちゃんちゃん、どうですか。おもろいのないだけじゃん絶対。じゃあ最初から歌ってランキングで終わりたいと思います。いいの。じゃあ歌います。朝の BGM 配信をこちらの BGM に決定しました。おはよう。でん、あ、間違えちゃった。でん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 が出てきちゃった。いきます。おはよう。でんでんう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 ん。キャベツサラダ卵、ウォーウォー、忘れた。キャベツサラダ卵、わーわーわー、白米納豆、イエイエイ、チンゲンサイの味噌汁ショッペ、まあいいか朝だもん、和食と思いきや思いきや主食カレーだよ朝から、野菜が全然入ってないと思いきや、
カレーにたくさん人参じゃがいも人参かじゃがいもキャベツにキャベツまたキャベツかい。よしできたできたということでランキングを読んでいきたいと思います。20位の方から読んでいきます。リンさんありがとうございます。マスター白滝さんありがとうございます。山田のピクチャーさんありがとうございます。お前だキュンデスさんありがとうございます。イデイレキさんありがとうございます。富安さんありがとうございます。ヨヨネさんおはようございます。ありがとうございます。キングチャイタさんありがとうございます。うーんさんありがとうございます。カニカマさんありがとうございます。ゆめパレットさんありがとうございます。ハルピオさんありがとうございます。プチプヨさんありがとうございます。ミハイルシー、カムサムニダビタダイシー、カムサムニダ中村さんありがとうございます。カニカマさんありがとうございます。イダリルキさんありがとうございます。ディディマサさんありがとうございます。ヨヨネさんありがとうございます。スーさんありがとうございます。ひさしだよさんありがとうございます。マナポンアットのピタイさんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。なかなか縮まらないですね。ちょっとこんなにみんなで朝早く起きてるのにでも、ね、頑張りましょう。私的には全然気持ちが折れてないのでずっといてますが、1位を狙ってるので皆さんもぜひ1位を狙っていただきたいなと思います。あと1分だって早いね。ありがとうございます。もう一回寝よう。いやみんなもう一回寝るの私も迷ってる8時15分なんで。でも午前中までにはツイッターにも書いた通り4位には入りたいので5位、今は5位争いをしてますが4位に午前中で絶対に入りたいです。4個目の12時15分までの配信で入りたいのでぜひ応援よろしくお願いします。またね。ありがとうございました。あーぼよじさんそうこまわやん。皆さん見に来てくれて今日もありがとうございます。イエイ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。お昼ご飯を食べようの会が始まりました。ということで今日のちょっとテロップ書いちゃいます。40分まで。40分まで、皆さん5位との差がめちゃくちゃ広がっていますが皆さん本当に応援のほどよろしくお願いします。私は諦めていませんので皆さんも諦めないで最後までよろしくお願いします。今日お昼皆さん何を準備されてのされているでしょうか。私はですねじゃ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 ーん。なし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 。これは実は新潟県の渡辺農園さんっていう白根の方なのかなにある渡辺農園さんの梨を今日は食べたいなと思って
配信前に用意しました。なしいねでしょ。あ、レインボーさんありがとうございます。じゃちょっとパカーンと、あ、じゃあそっか、向いていくか。これ私向くの得意なんで多分いけますね。これ切っていきます。これは白根の方にある渡辺農園さんの梨です。私フルーツ本当にちょっとフルーツの発音が綺麗になっちゃったんですけど、あ、熊さんありがとうございます。危ない、私フルーツ本当に好きなので。え、みんなってかさ、フルーツ嫌いな人ってなかなか私会ったことないんですけど、爽やかだし食べやすいし、あ、食べやすくはないか、皮むかなきゃいけないから。頑張れ、一周やりたい。皆さんカウントや星投げ3周ちょっと大変だと思うんですけど、ありがとうございます。今日マスクしてるけど、次の配信からマスク取っての配信をしようと思ってるので、また次の配信も見に来てください。あっ、切れちゃったけど、じゃーん、切れちゃったけど、じゃーん、ここまで半分ぐらいですかね。もうちょっとやっていきたいと思います。手切らないで気をつけて。大丈夫ですよ、私意外と家庭的なところあるので。フルーツ大好き、もうね、将来は農園でフルーツを育てたいです。家庭的なところあるじゃないですか。よいしょ、これは渡辺農園さんの梨です。超美味しいんですよ、食べてほしい、みんなに。今シーズンじゃないですか。 OK、 ちょっと雑だけど、まあ、いい奥さんになりそうだって、ありがとうございます。もう私 鬼を目だねって言われる、絶対。そうかな、私結構優しいと思うんですけど。あ、はい、あ、ちょっと、これ、これ、ハートありがとうございます。なしにしてはすごい珍しい切り方で。いただきます。お昼ご飯を食べようの回なんで、音いくよ、音 ASMR。 うん、みずみずしくて美味しい。うん、皆さん今日も来てくれてありがとうございます。美味しい。タイムテーブルがいっぱいなのイベントかな。そうなんです、ビスさんのビス×ポテトグループという、あのレギュラーモデル最終審査進出権をかけてのイベントがやってまして、今私7位中6位っていうちょっと危険な場所にいるので、ぜひぜひ星投げ、そしてコメント
でカウントもお願いします。それでこの後の配信も見に来てください。本当にめちゃくちゃピンチなんですけど、応援していただけると嬉しいです。星投げカウントだけでもすごい嬉しい。ありがとう。すいません、この配信はお昼ご飯食べるよっていう配信なんで、食べながらです。すいません。なっなるほどのブランボンでありまして、名乗っちゃってんやなありがとう。私はね、皆さんを信じてるので、1位になれないとはもう本当に思ってないと思ってないんですけど、今ね5位との30万票ポイント差がついてて、ちょっとまあ現実的に厳しいっていうところもあるじゃないですか。なのでここで一気に、そんなことないんだよっていうのを見せて、今日中に首位争いにのめり込みましょう。私さ、フルーツの中であんまり梨って好きじゃなかったんですけど、5年前ぐらいから梨が大好き BiSH 参加メンバーで一番料理が上手そう。え、嘘。誰がいたっけ、レーナ、みはる、三村ひなちゃん、さやちゃん、ななみちゃん、かひのちゃんと。嬉しい。さやちゃんとかの方がなんか料理はできそうなイメージがあるけど、私の中では。私が上位なんて。いただきます。皆さんありがとうございます。ねえねえ、ブースカさんさいつもさ、オンラインの時にさ、あのブースカさんの声が聞こえないのが寂しいって言うじゃないですか、公演とかでもなんか今日、だから最近なんか聞こえてくるのショールームで聞こえてきます。ありがとう。なえちゃんの料理、量が多そう。本当にそうなんです。めちゃくちゃ量が多くて、壇上にみなみんのみなみんの方が見えるので、じゃあみんなとの話をしようかな。今晩の食後のデザートはなしに決定しました。じゃあ渡辺農園さんでどうぞお揃いブースカさん、静かなのありえんからね、昔だったらマナポンは相変わらずマナポンはい、ということで南の方がいらっしゃるのね。あのね、ちょっと待って、一回手洗う。
みません。あのね、ミナってね、ミナってね、二台持ちなんですよ、今携帯を。なんかずっとその他の持ってるんだけど、あれね、いらないんだけど、なんか解約しに行くのがめんどくさいから持ってるみたいな、そのもう、え、どこぞの坊ちゃんみたいなこと言うんですよ、ミナって。そう、それで二台持ちなんですけど、なんかね、 LINE もね、2台持ってるから2個あるわけ。そう、それでそのね、いつも送ってくるのがどっちも違うんですよ、携帯が、携帯が。だから LINE も今日はこっち、今日はこっちみたいなことがあるんですけど、よくそのねめっちゃおもろいのが、 LINE で例えばこれハテナハテナで私が質問するじゃないですか。そうすると反対、もう一個の方の LINE で返ってくるんですよ。でまたそっちに私が返すと反対の方の LINE で返ってくるから、連絡がマジでしにくい普通に。連絡がしにくいっていう。みんな2個持ちなのも知らなかったですか、南の方。新規の方、私今イベントをやっていまして、星を投げていただいたりコメントでカウント1から50までしていただくとポイントになるので、ぜひご協力をよろしくお願いします。うん、2個持ってるとは言って、そうなんですよ。でも見ながら全然連絡来ないの、そういえば。最近みんな最近オンラインとかありますか？あ、ありがとうございます。ハートタコタコありがとう。みなみんみなみんの方がありがとうございます。昨日話した、うん、そうだ、私普段みんなとどんなこと話してるのって聞いても、聞かれても分かんないんですけど、みんなはどんなこと話してるんですか。実家を満喫したい、私も実家行きたい、みなんち。梨おいしい、梨おいしい。仕事に戻ります。ありがとう、時間ない中来てくれて。オンラインに集中したいのですいませんって言ってて、おい、私のこと断った理由それじゃん、絶対それやんけ。片見奈さんに会えて嬉しいしか言えなかった、ド緊張したみんなに緊張、まあでも確かに顔が良すぎるもん。んこんにちは、アニアゼヤーン、ハングサラミ、あ、ハングペン、ええよハングゴチョックン、コンボレッサソ、トあトトボジョスミャン、
ぽよ。今オンライン授業サボって日本人かい。日本人で私が韓国語で喋っちゃったらなんか行き違いあっちゃったじゃんけ。ありがとうございます、見に来てくれて。今ねイベントしててね、今7位中6位なんですけど1位を目指してるので、星投げやカウントコメントお願いします。1から50までカウントしていただけると嬉しいです。カータンにお小遣いもらうって言ってた。うわいいな、ばあちゃんね、みなのおばあちゃんね。オンライン授業はタブレット、スマホは授業。オンライン授業か、やってみたいな。やってみたい。な、何を今勉強してるんですか？耳に優しいオンラインです。私の時はそうじゃないみたいなこと言わないでください。政治経済えらい。でも絶対大事ですね。私も今勉強したいのが経済経済系です。え、新潟の大学の方ですか？ハートありがとう。梨が止まらんくて美味しい。皆さんが投げてくれる星の一つ一つだったりアイテムが今は1位に本当一歩ずつ近づいてってるので、皆さん本当にありがとうございます。なんかすごい私のために一生懸命なってくれてるのがすごい嬉しいです。頑張ってください。ありがとうございます。フル完了ありがとう。合間に見に来てくれるって言ってたもんね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。一人でご飯食べてる。頑張ってください。ありがとうございます。必ず1位になりますので、私本当今やっていただけると子さんビスイベ子さんになれます。まだ3日目なのでぜひ応援よろしくお願いします。遊びに来てよ。南の方が来てくれたら嬉しい。コメントとカウントをお願いします。一人でご飯食べてるからナイちゃんのシガルもちゃんと見えて、うよっナイスタイミングふぅナイスタイミングふぅふぅふぅ。あー、タコありがとう。このマスクの下で頑張ってね、応援してる。ありがとう、いつもそばで応援してくれて。ルームフォローしました。やったー。まで、うちらもうマブでやてね。うん、クマさんありがとう。いつも見に来てくれるよね。ありがとうございます。ワクチン翌日を理由にこっちに集中してる。いや、ワクチンはきつい。私本当に辛かったです。まだ1回目なんですけど、次の日本当に上げられなくて、なので皆さん気をつけてください。おかげさまで楽しくなります。私も今梨食べてます。新潟県の渡辺農園さんっていう白根の方にある農園さんなんですけど、めちゃくちゃ美味しくて大好き。モデルナ多分そうです。2回目ガチです。2回目って本当に辛いらしいですね。星レインボースターありがとうございます。そうなんです、レインボースターはポイントがちょっとね高いので、ぜひ手元にあるよーって、ナイピーにあげてもいいよーって方はくださいって言っちゃったのか。応援していただけると嬉しいです。明日2回目です。はい、ごめんなさい、私たちが
こんな2回目やばそうだねみたいなこと言っちゃったら怖くなるよね。じゃあちょっとあと3分切ったのでルームコメント読みたいと、あ、ルームのライブのやつやりたいと思います。20位から20位、よるちゃんさんありがとうございます。19位、ゆめパレットさんありがとうございます。18位、マイハッチのマー君さんありがとうございます。17位、のびのびさんありがとうございます。16位、のあぱぱさんありがとうございます。15位、うんうんし、かむさんにだ。14位、ちよこさんありがとうございます。13位、きすけみはやし、かむさんにだ。12位、びたなよし、かむさんにだ。11位、まるちゃんありがとうございます。10位、うまどんきありがとうございます。どんどんどん。9位、かにかまさん、いつもありがとう。8位、よしさん、ありがとうございます。よし。7位、DD まささん。ありがたいです、本当に。まいはちゃん、ありがとうございます。6位、ぶんすけさん。あー、声が大きいね、私。5位、がみさん、ありがとうございます。さっきもコメント読んじゃったね。4位、みゆちゃん。あー、みゆちゃん。もう、ありがとう。3位、山岸光一さん。漢字が弱くてすみません。みなりぱさんありがとうございます。さっきからさ、ずっと、あ、てか前からずっとあのくまさんとか本当にありがとうございます。そして2位、マスター白滝さん。ねえ白滝さん白滝さん、私何回も呼んでますよね。あ、やばいやばい。そして1位、名乗るほどのないまなぽんさんあ、ヒューズさんもありがとうございます。皆さん本当に応援よろしくお願いします。悔しい悔しい悔しいです。皆さん応援よろしくお願いします。また後でお会いしましょうね。やだ、終わりたくない。次は13時20分からの10分間で、ちょっと短いんですけど、ぜひ見に来てください。みんなバイバイ、ありがとう。バイ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 、またね。あ、ちなみに、あの、ちなみに次の役も一周とコメントなんですけど、今日の最後あたりに昨日の2周を何回もやる配信と1周をこうやって立て続けにやるの、どっちがいいのかっていうのをちょっと後でお聞きするので、なんかそれも感じながらちょっとやってしまってて、もうちょっとさすがに本気出していかないと厳しいかなっていう感じです。それではこの配信はですね、2015年のベスト写真を公開するということで、声が低いです。2015年のベスト写真はこちら。もういいですか。あ、タコさんありがとうございますタコさんありがとう差がちょっと開いちゃったけど、じゃじゃん、こちらです。なんといってもこれしかなかった画像なんですけど、ほっそこれ私ほっそ何回見ても二の腕とかやばくないですか。私は2015年てか2015年の写真が2枚しかないっていうあ、でもあるわあるわ、ちょっと待って、2015年、9月の写真があります。あ、くまさんありがとう、だるまもありがとうございます。2015年の写真こちらです。かわいい。
かわいすぎでしょ。大人になっちゃったってことでしょうか。タコさんありがとう。ダルママありがとう。キラキラやな。キラキラですね。なんかレイナとの写真が割と多い感じがします。ダルマありがとうございます。何してんのこの人、昔から何してんの。細っ。ダルマありがとうございます。細くてかわいい。え、マシモさんが感動し、マシーありがとう。マシ昨日も来てくれたのに今日もカウントしてくれてる、嬉しい。ハートありがとうございます。誰もありがとうございます。マシー見てよ見てよとか言って、初期の頃のさ、初期の頃のマシマシだそう。初期の頃の画像を見てたので、マシ初期の頃のマシの写真を出します。あるかな。私ね、携帯一回新しくした時に、ね、ほとんど画像消えちゃったんですよね。マシがない。いや、ちょっと待って。あ、けけけけ。出てきた。誰もありがとうございます。見て見て。マシと一緒にね、二人でね、ご飯食べに行った時のがあった。懐かしくない。声に上がった。60万秒さ、皆さん声になった、声になった、声になりました。皆さんのおかげでありがとうございます。皆さん良いを目指して頑張りましょう。本当にマシ5位だった、ありがとう。レインボーさんもありがとう。ダルマもありがとうございます。タコさんもありがとうございます。ね、見てね、マシ可愛くなったね本当に。いやでも私もともとマシめっちゃ可愛いって言ってたの、マシ覚えてる？私めっちゃ可愛いって言ってたよマシに、最初からマシの顔タイプって言ってた。ちょっとあのね、え、てかマシのおかげ、マシが来たら5位になった。すごいマシ。池田エライザさんに似てるってずっと思ってるんですけど、マシをで、これ言ってね一人ぐらいしかね共感してくれた人いなかったんですけど、そうでもマシは池田エライザさんに似てると思ってる私は。ハートありがとうございます。似てるよね、似てないかな。あ、じゃあそろそろ終わってしまうのでちょっとランキング読ませてください。20位からいきます。ボボ AI ブーちゃんブブさん、カムサムニダン。19位プッカネーネさん、ありがとうございます。18位ミユさん、ありがとう。マシ
10位健三さん4位ドンキ馬さん、あらドンキの方が前に来てる、ナビのことが好きになったってことじゃないの3位マキオンちゃん、ありがとう、さっきだるまも見ててありがとう、あだるまじゃなくて熊さん、2位ヨヨネさん、ありがとうございます、お仕事もう行っちゃったかな、また後でまた来てね、お仕事の合間に1位ヒューズさん、いつもいつもありがとうございます、あのゆさんの DM を読んだからね、ありがとう。ということでそろそろ終わりになるので、また次は2時25分から2時35分見に来てね、マシもありがとう、みんなでいくよ、何やるんだっけ、何やるんだっけ、おかしいでしょ、お疲れ、皆さんもありがとうございます、今回も来てくれて、5位をこのままキープしてるので4位まで60万ポイントありますが、これをどうにかこの配信で30万ポイントに近づきたいです、本当に初見の皆さんこんにちは、イベントに参加していまして、今7位中5位なんですけれども、1位を目指してます、星だった、ちかちゃんが来てくれてる、私自分で見つけちゃった、やばい、これ本物、18位、星投げてくれてる、本物、これ本物こんにちはだって嬉しい、ちかなちゃん嬉しい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 、私レイナの配信ちかなちゃんが見に行ってるのをツイッターで見て、私のところ来ないかなって思ってたんだよね、マジで今の休憩中、嬉しい、ちかなちゃん来てくれてありがとう、ちかなちゃんにはもう本当にお世話になりましたから、もう私もうまっさらこのイベントもう何も分かんない時にちかなちゃんにいきなりね、ちかなちゃんちょっとショールームのイベント教えてくんないって、もう何が分かんないかも分かんないから、ちかなちゃんもめっちゃ大変だったと思うんですよ、なのになんかこうやってやると例えばこの1週2週3週で違ってみたいな、星そのどれで星を獲得するかにもよるんですけどみたいな、マジですごい、本当にありがとう、のえちゃんの人柄じゃない、これは本当ちかなちゃんの人柄に救われた話です、ありがとうちかなちゃん来てくれて嬉しい、頑張れる、ガチ嬉しい、写真ちかなちゃんとの写真探そうスケジュールきつすぎて回れない人続出やばいオーマイガー、ちかなちゃんには感謝を込めて、ちかなちゃん嬉しい、マジでありがとう、すごい、ちかなちゃんすごいよ、5位、待って回れないらしい、そっかそっか、みんな回れてないってことですね、今今回れてないってことか、今ここでしょ、あさっきの枠で一周できなかったからこの枠で二周してる、じゃあそうしましょう、ちょっとじゃあ今二周してくださった方は一周、次は一周しなくていい、
でももったいないよね。15分枠2回つくくらい作ってカウント枠と。確かに今ってちなみにやっていただけてますか。もうさ、今を15分枠にして、15分枠にして、この間の時間に配信一つして一周ってどうですか。意味わかる。やばい、私やっぱりスケジュール組むの下手だった、できたと思って、昨日夜2時間ぐらい考えて考えてできたって思ったのにすいません。じゃあとりあえずこの配信5分伸ばします。40分まで配信します。40分、やばいやばい、見えない。40分で、え、ノエ応援してるよ、来れるとき、うえ、嬉しい、久々だねえ、じゃあこれを40分までに配信します、まで配信します。あー、どうしよう、どうしよう、こんなチカラちゃんに教えてもらってできることをアピールするチャンスだったのにもかかわらず私は何をしてるんだ。じゃあそれで、これをよん45分からの配信に変えて、4時まで配信します。どうでしょうか。え、何してんねん、マジで、やべ、殴っちゃった、自分のこと大事にしなきゃアイドルだ、何してんねん、どうでしょうか。え、どうなの。きっとみんな混乱し、確かに回れないっていうのが一番ちょっともったいないよね。どうなんでしょうか。これはどうしよう、やばい。じゃあとりあえずこの1回ね40分までやるので、2016年の15分配信します、今回。40分まで配信するので皆さんゆっくりしましょう。でちょっとツイッターにすぐ SNS にちょっと出すので、皆さんツイッターの方ぜひ見に行っていただきたいなと思います。山田の絵だよ、みんな忘れないで、山田の絵だよ。やばい、6位に落ちてた、知らぬ間に。よいしょ、山田ノエだよ、タコありがとうございます。よいしょ、ちょっと待って、オッケー、はいはいはい、皆さんありがとうございます。星投げに来てくれたのかな。暑いね、私だけか。ありがとうございます。今メイクしてました。で髪の毛もやって、これからお仕事に行くんですけど、なのでちょっとケツカッチンですいません。ちゃんと書いとかなきゃ。オッケー。
可愛すぎる。嬉しいから。ありがとうございます。優しいね。今日はお仕事が、あの楽しみ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 なんですけど。ハートありがとう。やばいよ。また6位に落ちたから、みんなちょっとこの配信でとりあえずさ5位には行きたいです。あともう3回しか配信がないので。すいません皆さん、時間変更になっちゃってありがとうございます。あ、1600、ハートありがとうございます。タコもありがとうございます。クマさんもありがとう。嬉しい。さっき配信後すぐにちかなちゃんに連絡して言っていただきました。あの確認して、そしたら大丈夫だよって言っていただきました。とりあえず寝てないだろうかな、お仕事気をつけて。でも今日朝起きて5時から配信して7時の配信の間になりました。あ、またありがとうございます。クマありがとう。そうで、配信が21時からなのでかなり開くので、多分その間にね、いろんなメンバーが票数が集まって結構差が開いちゃうと思うんですよ。星ありがとうございます。レインボースタータコもありがとう。今日は休みだからのえちゃんに失礼します。嬉しい。また夜に会いましょうね。ねえ、なんかちょっと近めにしたんですけど、やっぱ近いですね。ちょっと下げよう。お腹減ったんです。あ、そう、それで1回目の配信の後に、1時間ぐらい寝たので大丈夫です。5時間半ぐらい寝てたら割と人間って生きられるよね。で、今日は結構タイトなので21時までちょっとお仕事があるので、うん、レインボーさんありがとうございます。頑張りたいと思います。夜までとりあえずなんか飯食べてこようって、このためにめっちゃ久々にカップ麺食べて。カップ麺って美味しいんだよね。私は梨があるので梨を食べたいと思います。 Still better than before. What? Thank you.こまおや、もっと可愛くなったって。やった。ハットとだるまありがとうございます。この配信中にとりあえず5位、そうですね、目指すは5位。さっき久々に梨食べて美味しかった。梨って美味しいよね、大好き。今日のメイクいいよ、嬉しい。今日のメイクはもうタレメタレメメ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 、今日のメイクはタレメタレメメメメメ。うん、だるまありがとうございます。マッサン久々やね。あとみんな気づいてないでしょ、タコありがとう。だるまありがとうございます。みんな気づいてないでしょ。こんにちは、こんにちは、星とか投げていただけたら嬉しいです。
ね、気づいてないと思うんですけど、ほくろかいたんだよね。だから多分いい感じになってるんだと思う。 Very pretty、 Thank you。 Are you from Korea? Korea? ハート、ありがとうございます。あれ、なんかアイコン、アバター変えたね。このメイクすげー嬉しい。心かきました。え、嘘でしょ。あ、間違えた、時間間違えた。あ、びっくりした。もう終わり、早すぎでしょって。But I'm from Malaysia. Malaysia. Thank you watching me. Produce 48 from Noe. 今日もれもれ山だ。ありがとうございます。ぜひね、1位を目指してるので応援よろしくお願いします。のえちゃんのショールームで実家の妹と会えるのが楽しい。かわいい妹ちゃん、姉ちゃん。タコありがとう。マナポンタコありがとう。ここやった。 You're welcome。 I English speaking well?Good? Good? こんにちは。ありがとうございます。イベント参加してるので1位になれるように、あの星をとかね投げていただけたらめっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。今日の朝の BGM は私作ったんですけど、多分ねほとんど聞けてない方がいると思うので歌いたいと思います。この朝のね、ハートありがとう。おはよう。キャベツサラダ卵。ウォーウォーウォー、キャベツサラダ卵。おおおモーニング。イエイエイ、チンゲンサイの入ってる味噌汁。うん、何だっけ、チンゲンサイの入ってる味噌汁の入ってる味噌汁。うん、それもありがとうございます。なんだっけ。チンゲンサイの入ってる味噌汁。しょう。味濃いよ。まあ朝だからいいや。まあ朝だからいいや。和食と見せかけ、あ、違う、間違えた、ごめんなさい。最初からいきます。キャベツサラ、あ、違う、てってって野菜、キャベツ、あれ、キャベツサラダ卵。
おーおー、白米納豆、イエイエイ、チンゲン菜の入ってる味噌汁、味濃いよ。味、しょっぱいな、味濃い、あ、しょっぱいな、ま、まあ、朝だからいっかーみたいな。なんだっけ、なんだっけ、マジやばい、お前のシャクヤシ、卵、ウォーウォーウォー、白米の豆、いやいや、チンゲン菜の入ってる味噌汁、味濃いな、でも朝だからいいよ。和食と見せかけて主食カレーだよ、朝から野菜が全然入ってないと思ってるでしょ、カレーの中に玉ねぎ、人参、キャベツ、いやキャベツ入りすぎだろこれだ、これでした、思い出した今歌いました、イエーイ、朝の BGM でしためっちゃおもろいっしょこれ、これみんな歌っていいよ、キャベツサラダ卵、わーわーわー、白米納豆、イエイイエイ、皆さんあと1分で配信が終わってしまいますが、今の曲を皆さんの心に響かせた、皆さんのソウルに響かせたと思うので、次の90、8、90、これですね、3つの配信でお会いしましょう。そろそろやばいじゃないですか、私たち順位なので、また初日のように頑張りたいと思います。気をつけていってくるね、ありがとう、ありがとうございますじゃあまた夜ね、みんなありがとう、一週間にありがとうございます、あーギリギリまでありがとうね、ありがとう、ありがとう、もう切るよ、順位スクショし、皆さんありがとう、見に来てくれて本当にやばいですね、ガチやばい、なんだってあれ、もしかして誰だ、そのゲストはですね、25分ぐらいに出会えるかなって感じなんですけど、あ、リョッピだ、リョッピ来たマリッチが来てくれた、ねえマリー、スクショする、マリー、ねえ、ねえ今日メンバーと発展配信するシーンするんだけどさ、マリー明日空いてるマリーも明日電話配信してほしいんだけど、西荻でさ、西荻プラスアルファでやろうよアルファちなみに私ね、ねえマリナ、本当に応援しに来てくれた、マリナが多分息の中で、あ、ありがとうございます、クマさんノイがやばいって多分噂になってるんだと思うんだよね、で中居から LINE 来て、ね、やばいの、ね、ガチやばい、何時だったねえマリナがさ、いつも10時ぐらいに配信してから一緒に配信するってなると、その方が時間的に、
でもなんかトークテーマが決まってるなら違う時間でもね。本当にありがとうございます皆さん。のいぴお疲れご飯会イコールレイナつれていやいやなんならレイナの中レイナと一緒に行く中でのいぴ連れてでしょ普通に考えてのいぴと飲んだきたありがとうマブだわねうちらねえマリナ本当にありがとうねえのえちゃん頑張らないとって本当にねえマジでありがとうございます。ずっとマリナ送ってくれるんだけど、え、ノイ先生ガッピーの写真集もみたいな、え、ちょっと待ってください、できたんですか、聞いてないですね。ねえマリナ聞いて、あざといほくろ描きましたここにあざといほくろ描きましたそんなことはさ、うるさいんだよって言っといて、ちょっとやばい、25分になる、え、リュッピーいいよ、遊ぼう遊ぼう遊ぼうじゃあこれからねえ、一気に集まりすぎたのよ、マリナの話もしたいけどタラチと電話もしたい、タラチのことあざましに言っちゃった誰と電話してるか分かりますか皆さん、もしもし、あれあれ、あ、ごめん今何してた、え、もしもし、ごめんごめん今何してた、あざといほくろ描いてました、やばい見られてたマリチが見に来てくれてんの、ねえねえタロチ、ガタレにさ、投げるなら10連で投げなっていいな、いや投げてくれてるから投げてくれるからやめて、投げてくれてんのよ本当に、あ、10連でないと倍にならないから、やばい、10連の方が美味しいから、私板挟みで辛い、ね、結構 10連で投げてくれてる、あ、やばい、マリナまたミスってる、マリナまたタコ1個にしちゃってる、やばい、ガタレ10連にしなきゃダメだよ、マリナ、いや私気まずいな、その間にいるね、嬉しい、明日マリナとも電話することになっちゃった、タロ、これ実はタロチの案なんです、やめてよ、あ、タロチの案とか言うの、相談したんです、たくさん、めちゃめちゃゴリゴリにさ、モバメにさ、支え、あの、お誘いを受けたのでいやいやじゃあね、マリナ10連のさ、意味わかってないよ10連ってたくさん連だもう本当におもろい、みんな大好き、え、見たことない中村アンノの方がたくさん来てくれて嬉しいんですけど、あのさ、のえちゃんのさ、この配信でさ、うん、のえちゃんってめっちゃあのお願いします、死んだので一気にここは本当に行きたいです、だるまありがとうございます。そしてですね、それと同時に明日の配信、明日からの配信のノントだ、ノントヤッホー、明日からの配信のなんか雰囲気っていうか時間帯とかそういうのをちょっと聞きたい、決めたいなと思います。応援してます中村さん、ありがとうございます、タロチにもうご飯をおごるよっていうのは約束したので任せてください、応援していただいた分は必ず返します。タコ10個ありがとうカウントするね、ノンタありがとう、ノンタ星も投げて、星星ありがとう、つよさんありがとうございます、くまんありがとう、ノンタありがとう、来てくれた、さっきも来てくれたね、今寝てました今寝てた
スターレインボースターセンキュー、ありがとうございます。みなちゃんのオンライン分投げて、すいません、ありがとうございます。明日の配信の時間帯など決められればなと思うんですけれども、皆さん今日やってみてどうでしたか。10分のこの1周カウント、あ、15分の1周プラスカウント配信をするのか、ではバイバイ、まあ、ありがとうございました。つよさんまたね。1周プラスカウント配信をするか、2周2周2周で前回と同じように前回やった感じで21周を目指しているのか、カウント完了。りょっぴもありがとう、元気。嬉しい、りょっぴとのんたが来てくれた、なんかレイナとアイナの配信みたい仕事行きます、おやすみ、おやすみなさい、ありがとうございます。ちなみにどっちの方が刻んだ方がいいですか。そうなんです、実はですね、だるまありがとうございます、ハートもありがとうございます。明日は中間、本当に中間の日じゃないですか、4日目ということで。元気で、全然会えない、いや全然会えないね、わしら本当それな。だるまとハートありがとうございます。なんかそうですね、そのあんまり4日目でまだもう一歩っていうところになると思うっていうかなってるので、今明日4日目の1時間配信をしたいと思います。1時間配信だと、まあ、カウントとかそういうの含めてちょっともったいないところはあるんですけれども、なんで1時間配信、まあ、1時間じゃなくても45分とかちょっと長めに、配信しようか、一回ね、夜、まあ時間帯的には7時半から8時半ぐらいですね。なんでしようかと思ったのかと言いますと、中間の日ということで、ありがとうございます、タコとかハートとか、中華の日ということで皆さんに感謝の気持ちとこれから頑張るぞという気持ちを込めて、またまたダンス配信したいと思います。ちょっとね、いつも細かく配信を区切っていて、勝負に出ようと思いまして、それで何かみんなのためにできることはないかなと思った時にショールームを活用してたんですけれども、ダンス配信で少しでもみんなの休みになればなと思いまして、ちょっと長めにもったいない感じもするんですが、1時間ほどダンス配信をしたいと思います。ということで19時半から1時間はもう本当に星とかカウント、まあ最初はね星のカウントとか星とカウントとかお願いすることにはなっちゃうんですけど、それ以降は常に一緒に
ダンス配信をして皆さんの息抜きになるといいなと思います。そう、私も息抜きしたいなと思って。やっぱね、推しとさ、ファンの人は一心同体じゃないですかなので19時半から1時間ダンス配信をします。でね、こちらにはこれにはもう本当にめっちゃ悩んだんですけど、そう、本当に、まあ、順位もねやばいから配信を取るかって悩んだんですけど、でもまあたまには息抜きをとして19時半から1時間コメントとかは一番最初だけちょっとお願いしちゃうんですけど、アカウントとかね、それ以外はもうぜひ楽しんでいただけるような配信になるといいなと思います。ちなみに時間帯はどうですか？19時半から8時半大丈夫かな。それが一番、まあ、レッスン上的にすごく理想的な時間だったので みんなお仕事かな。お仕事になっちゃう。できればみんなが見れるような配信にしたいから、19時半から8時半なんですけど、大丈夫そうですか？無理だったら8時から9時でも、ギリギリどっちの方がいいとかが少しでも多い方がいいかなと思うので、まあ嬉しい、みんながなんか喜んでくれて、なので次の頑張りますよ。よっぴー次の配信の前には必ずタイムテーブルを確認し、あ、作ってちかなちゃんに確認してもらってお送りいたします8時からの方が見やすい。 OK、 じゃあ8時からアンケート取りましょうか。1番が19時半から8時半、2番が8時から9時、どっちがいいと思いますか？19時半から8時半から19時半から8時半から19時半8時半、あ、間違えた、19時半から8時から、19時半からか8時から、どっちがいいと思いますか？みんな星投げてくれてたからすいません。いきます、3、2、1、終了。やっぱ圧倒的に8時からですね。すいません、皆さん星投げてくれてる途中で、ちょっとアカウントぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで明日はみんなで休憩休憩、だるままありがとう、みんな。あとちょっとでね、5位になれるので、5位と4位の差がかなり縮まってきてたので、今日中に4位も本当に夢じゃないのかなって思います。あ、皆さんありがとうございます。8時から1時間じゃあぜひ見に来てください。もう何でも見たいみたいな曲があれば、今日のメールの返信とかにぜひお願いします。投票だけは好きで、すいません、投票機能使っちゃいました、ごめんなさい。みんなちょっと星上げにくかったですよね。またもう終わっちゃうの、もう早いんだよね本当に。それとあと今日から12時過ぎた時に貢献ユーザーの方100人、ツイッターの方に載っけたいと思うので、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。
明日から後半戦なので明日の備えとしてはとりあえず朝はそんなに早くしません。明日は早くてもまあって言っても早いけど6時半、6時7時台にしようかなと思ってるので皆さんゆっくり朝は寝てください。もう本当に一日ヘロヘロになっちゃうから。あ、それではまた後ほどお会いしましょう。差が縮まって嬉しいです。すごいとの十分早い、もう本当にごめんなさいということで、じゃあ SNS などチェックしていただけると嬉しいです。ラーメン、ラーメン、ラーメン食べに行こうということで、皆さんありがとうございました。ちょっと待ってね、20位から読みます。飯田ひろきさんありがとうございます。中村さんありがとうございます。ラミヒーさんありがとうございます。富安さんありがとうございます。ヨシさんありがとうございます。ランドスカイプさんありがとうございます。ヒューズさんありがとうございます。のびのびさんありがとうございます。彼氏さんありがとうございます。ドンキさんありがとうございます。アルティアルさんありがとうございます。マミちゃんありがとうございます。ディディマサさんありがとうございます。ブースカさんありがとうございます。ヨイチくんありがとうございます。あなたが落としたのは金のマナポ、銀のマナポ、どちらでもないです。ヒキジュルさん、ありがとうございます。フロリスさん、ありがとうございます。ヨさん、ありがとうございます。ヨヨさん、ありがとうございました。またねー。じゃあ、ランクアップしてないな、それこれは。ランクダウン。ね、6時から6時25分で 3週プラスカウントお願いしたいので、5時10分に捨て星をお願いします。で、2つ目の枠は8時5分から8時20分の2週プラスカウントでお願いします。で3つ目の枠が12時15分から12時40分、これも3週プラスカウントになるので10時25分に星満タンにしていただいて11時25分に捨て星という形になります。で4つ目が15時15分から15時30分の15分間で2週プラスカウントで、続いて17時20分から11時35分の間に2週プラスカウントで、続いて8時から21時で3週プラスカウントなんですけど、これは8時になった瞬間に3週じゃなくて6時40分までに満タンにして19時40分にしてほしい。それで20時ぐらいから20時半過ぎぐらいから3週という形になります。で最後が23時35分から24時で3週プラスカウントになってて、これでうまくいけば18周できるようになってるので、本気で明日も取りに行くぞという気持ちだけ。でもみんなが楽しみにしてくれるのはもうここ第6。力先生は OK でした。皆さんダンス配信は僕の はい、ダンス配信こんな感じです。明日はこのような配信スケジュールになります。またねちょっと朝が早くてみんなにはね5時10分に捨て星をしていただかなきゃいけないんですけれども、配信の回数が少ない分一個一個がすごく濃くなっているので、全部ぜひ参加していただければ嬉しいです。一番あでもとりあえずダンス配信で楽しみましょう。めっちゃ楽しみ。でもね、このペンがなくなっちゃったんですよ。またありがとうございます。
なんか本気を感じる。すごく嬉しいです。一歩近づけた。クマタワーありがとう。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。レインボースタマリ嬉しいです。いける、うちらなら絶対いけるし。だって明日私たちには他の他の6人と違って私たちには休み時間があるから、楽しみ楽しみ、めっちゃ楽しみ。ちょっと薄いですねやっぱり、ごめんね皆さん。ということで明日も6時からで、朝が早いんですけど見ていただけると嬉しいです。タワーも本当にありがとうございます。そしてこれまだねちょっと出来上がってないんですけど、もうちょっと頑張って作り上げたいと思います。それとあと貢献度順位のやつも、今日から書いて、まあ明日の朝かな今日かなって感じなんですけど、 SNS にアップする予定なのでぜひそれも見てください。6位やばい、5位までめっちゃ得票数が差がついてる、やばい、ありがとうございます。6位にまた上がりました。でも5位に5位にもこんなに頑張りましょう。頑張りましょう、ありがとうございます。今更だけどこれフォローして、優しい、ありがとう。カウントもしてくれた、リョッピーが。リョッピーっていうのは多分ノエのファンの方は知らないんじゃないかな。レイナとアイナの高校の友達みたいな、私と同じ年なんですよね確か。タコありがとうございます。ダルマもハートもありがとうございます。近づいてる、みんなの一個一個が5位に近づいてます。ありがとうございます。あ、みんなしてた。クマさんありがとう、ハートもありがとう。アイナちゃんのお友達ってことし、あれみんな知ってるよ、同い年だよねノエと。だからなんか初めましてとか挨拶なかった気がする、なさーいみたいな感じだった。私が覚えてる限りだとそうだった気がします。ヌーピーまた感動した、なんただありがとう、なんた、あ、アイニャコラボした時、あー오늘완전이쁘게잘냈네고마워요조금오늘힘들었어요でも始まる、재미있는하루입니다있하트ありがとうございます。クマさんもありがとう。一歩一歩が近づいてます、5位まで。もう結構離されちゃってるから絶対に頑張りましょう。お疲れ様です、ありがとうございます。50巻と一緒お届けありがとう。たかてよるしんひはごいすにかくかじひんねばよ。
みんな一緒に頑張ってるから。で、今までお疲れ様。めっちゃ頑張ろうね。明日の配信中に何するとか、これから。そうなんです、これからなんです。ちょっと今本当に本当に今できたばっかりだから、じゃあ今ちょっと考えていっちゃいますね。まずは何が聞きたいとかがあればぜひ言っていただけると嬉しいなと思います。どういうのが、カラオケしよう、カラオケ。あ、でもカラオケは休みの時がいいよね、やっぱり。ぬいぬいぬい、はいよー、脱いでよー、急いで急いで。まずは朝は、フルーツ。はい、一つ目の配信は朝はフルーツ食べて目指せ田中みな実さん配信です。そして8時5分からの2つ目の配信では、ゆで卵をきれいに剥く配信をします。で、お昼の配信ではお昼の BGM 作ります。で、3時タコありがとうございます。15時15分からの配信では2017年のベスト写真で、5時20分からのが2018年版で、で、6枠目が休憩タイムのパーティーナイトで、最後が最後どうしようどうしよう、もうあれよ、分かってる分かってる、最後がどうしようどうしようどうしよう、最後が決まんない。いいですかいいですかいいですか、はい、少しして、フルーツ食べて目指せ田中みな実さんで、2個目がゆで卵をきれいに剥くで、次がお昼の BGM を作るで、次が2017年のベスト写真、2018年のベスト写真あれ配信が終わんない、これ配信が終わんないな。